独立労働党の指導者、ケアハーディ独立労働党は、かつてイギリスに存在した社会主義政党、1893年設立。1906年から1932年まで労働党と合流しており、1947年に3名の議会議員が同党へ移籍。1975年には、独立労働パブリケーションとして同党へ再加入を果たしている。 19世紀後半以降、労働者階級の代表者を政治の場に送り出すのが多くのイギリス人にとって最大の関心事となった。この目的を果たすための主たる手段として、イギリス議会では自由党にその役割を見出したものは多い。例えば1869年には早くも独立代表同盟が自由党候補支援のため労働者を動員。また、 多くの労働組合も自らの目標を達成すべく、議会に代表を得るのに関心を持っていた。1870年代以降、労働組合から資金面での援助を受けている労働者階級の候補が、自由党の支援も受けるようになる。多くの革新系知識人、中んずく、キリスト教社会主義や、社会の再構築という倫理的義務を帯びた。 同様の概念の影響を受けた者も自由党を労働者階級の代表を得るための最良の手段とみなした。全身主義組織のフェビアン協会も1884年の設立からしばらくの間自由党の政策へ公式に関与。その後、初位リブ・ラブ協定の候補で労働組合及び自由党内の旧新八式人との共闘により、 議員に当選を果たした者は多い。しかし、議会に労働者階級の代表を送り出すため、中産階級に属する自由党と共闘するという考えが、広く受け入れられたわけではなかった。労働者階級と資本家階級との間に、階級闘争があると信ずるマルクス主義者は、議会から得られる本のわずかな事前と引き換えに、ショーブルジョアの自由党と手を組むのを拒否。 イギリスの古典的マルクス主義者は八百八十一年社会民主同盟を結成するに至る。続く八百八十六年には国内の労働組合の連合体である労働組合会議が選挙母体として結成された。階級闘争に組みしない革新系知識人も自由党のイデオロギーや組織形態のほか労働者階級を二の次にするような施策に不満を 医学。こうした考えや行動の中からケアハーディを筆頭とする新世代の活動家が生まれることとなる。ハーディはウィリアム・グラッドストン率いる自由党員でランカシャーの炭鉱にて労働組合のオルグに携わっていたが独立した労働者政党を欲するスコットランド人であった。1888年ヘンリー・ハイドチャンピオンや トム・マンラ社会民主同盟の党員と協力しながら、スコットランド労働党の設立に尽力。1890年には、アメリカ合衆国が外国産の布に大使関税をかけたことにより、国内の織物業全般が賃金カットに見舞われる。これを受け、ブラッドフォードのマニンガム製作所で、ストライキが発生するが、副産物として、いかなる主要政党からも独立した組織、 ブラッドフォード労働組合が誕生。労働者階級が自由党から離反する動きが力を持ちつつあることが示された出来事であった。新党結成への議論がロバート・ブラッチフォードの新聞クラリオンやジョセフ・バージェスの編集するワークマンズ・タイムズでも見られるようになった。後者は既存の政治団体から独立した労働者政党の設立を支持する署名を 3,500歩で程度集めたことでも知られる。1892年7月に行われたイギリス総選挙では3名の労働者が自由党から支援を受けずに当選。同年9月にはタックの席上、独立した労働組織の支持者による会合を求める声明を出す。準備委員会設置を経て翌年1月にブラッドフォードで党大会が開かれた。 ウィリアム・ヘンリー・ドリューが議長を務めたこの党大会にて独立労働党の決闘が示され、ケア・ハーディが初代議長に就任。当名こそ社会党ではなく労働党としたものの、党勢を生産や流通、取引手段の集団的、公的所有を目指すことが圧倒的に受け入れられた。また公領では以下に掲げる進歩主義的な社会改革を実行に移すとしている。 党大会では、新党の母体も設立。各地方組織の代議員からなる月例総会が、党の最高かつ執行機関とされ、初期は全国管理委員会が直接党制下に置くこととした。このナックは、支部会議で出された指示に従って、理論上行動を制限された地方の代議員から構成。新党は、 大いなる希望と期待を背負って結成されたものの、最初の数年間は困難に満ち溢れていた。党や指導、組織の方向性をめぐって論争が絶えなかったため、期待されたほど選挙で躍進しなかったのである。国民の信を問うて望んだ1895年の総選挙では惨敗。ナックが党の論争をまとめ上げる上で主導権を握り、 ILP 公認候補が28名しかいない中での選挙であった。個人的人気がある党首のケアハーディでさえ、保守党と直接対決すれば負けるであろうとされ、全員落選。なお、この選挙では、リブラブパに転向し、自由党求新派の支援を受けたバーンズが議席を維持。いずれにせよ、1895年の選挙における大敗は、 止めどない楽観論が党内を覆うことになる。このように ILP は当初より決して一枚岩の組織ではなく、むしろ労働者階級の包括政党を目指しており、不明確かつ無定型の社会主義的なアジェンダを主張。歴史家のロバート・イードーズは次のように述べている。ILP は当初より労働者階級の政党として、労働組合に影響を与えようとしていた。 ヘンリー・ペーリンが述べたように、議会で権力を握るため、労働組合から資金を得て、労働組合との連携を模索していたのである。ILP の社会主義は、この目標に達する上での理想であった。いかに理論的な基礎を変えていようが、労働組合員の要求に事実上応えることができた。具体的には禁止運動、スコットランド民族主義、メソジスト、マルクス主義、 フェビアン主義そしてバークリューの保守主義さえ問題なく包含していたのである。こうした多様性は奇妙ではあるが、協情主義に基づきいかなるものをも排除しないという、計り知れない時点があり、当時の事情を考えても軽視することはできない。もちろん緩やかかつ多様な考えを要する等であるが、ゆえ、組織の本性なり計画をめぐっては、論争が絶えなかった。 党組織の決定は当初は厳格な民主主義に基づいており、党大会が1895年の総選挙に際しての政策を決めるために開かれたように、こうした議論が幾ばくかの強い影響を与えている。にもかかわらず、ナックは選挙にまつわる決定や他党との関係といった重大な問題に大きく関与するなど、党活動に相当の権力を保持するようになった。 1895年の総選挙における敗北を契機に中央集権化や反民主的な行為を加速させることとなる。19世紀末のナックにおいて、党首ケアハーディに加え、党指導部において、向こう20年間の方向性を共有する4名の人物が登場。1897年ナックに選出され、1900年にハーディの後継として議長に就いた。 スコットランド人、ブルース・グレーシャー、福音派社会主義者のフィリップ・スノーデン、労働組合員としての出馬を拒絶されたことから、自由党への幻滅を味わった、ラムゼイ・マクドナルドである。4人の間には、かなりの個人的な確執があったものの、党がマルクス主義を標榜する、社会民主同盟のようなイデオロギーに基づく、統一体というよりはむしろ、 労働組合との連携を模索すべきとする基本的な見解は共有していた。1895年の総選挙における敗北以後、党執行部は選挙戦を通じての党勢拡大を断念。1898年までには、できるだけ多くの候補を擁立して、党の露出を最大限まで測り、得票率を最大限にまで積み重ねるよりはむしろ、 候補の擁立を公式に控えるに至る、労働組合との関係もまた問題が多かった。1890年代においては、労働組合との連携がうまくいかず、労働組合員の入党がなったものの、党役員との関係が希薄となってゆく。1900年には労働代表委員会の結成に中心的な役割を果たし、 労働党が1906年に決闘された際は、直ちに合流。派閥の形成や党の存続が許される見返りに、決闘から数年間は労働党の活動基盤を提供することとなる。SDF やその分派である社会主義労働党、イギリス社会党とは対照的に ILP は、新参者を比較的容易に引き付ける傾向にあった。 ビクター・グレーソンは1906年、特定の政治問題に触れることなく、進行復興運動のようにキャンペーンを行ったことを誇らしげに改装。後に議長を務めるフェンナーブロックウェイも、後年1907年に開かれた ILP の地方支部の集会の様子について、次のように述べている。日曜日の夜になると、集会が労働協会運動のような様相を呈していた。 我々はボランティアでちょっとしたオーケストラを組み、労働家や演説がほとんど福音主義的で、不正義を告発する気概にあふれ、新たな社会への期待を抱かせるものであった。社会主義を人道的に必要と位置づけることで、ある種の世俗宗教なり、日常生活にキリスト教を適用する手段として用いられる一方で、非論理的であるがゆえに相当船舶になるという、重大な弱点を抱えていた。 歴史家のジョン・キャラハンは、社会主義が、ハーディ、グレーシャー、スノーデンやマクドナルドの手にかかると、不正義に対して漠然とした抗議しかしないようになったという。その後、ILP と労働党との関係は、ごたごたが続く。労働党が、社会改良に及び腰であったり、決闘から数年で、社会主義的なビジョンから距離を置くようになったとみなす、ILP の党員は多かったのである。 1912年には ILP の多くの支部がヘンリー・ファインドマン率いる SDF との合流を選択しイギリス社会党を設立。1914年4月11日、ブラッドフォードで設立21周年を祝う党大会を開く。ここ10年で党勢は急成長し、党員数は約3万人となった。執行部のみならず一般党員も 今や平和主義者となり、戦争を悪とする風が強くなる。同年8月の第一次世界大戦勃発は、国内の革新系組織に衝撃を与えた。ある歴史家が後年述べたように、ハインドマンやカニンガム・グラハム、ウィルソーンやジョン・ロバート・クラインスは、和平を模索したが、一旦戦争が始まると、社会主義者や労働組合員も、他者と同様、 その成り行きを見守ったという。労働党に関しては、40名の議会議員の、ほとんどと同様、党役員の大半が、対戦に向けて徴兵キャンペーンを打つこととなる。ただし、独立労働党のみが挑戦とした態度をとった。ILP は、軍国主義や戦争にあくまで反対の立場を貫いた。ものの、こうした姿勢に対して、ジョージ・ニコル・バーンズ、ジョン・ロバート・クラインス、ジェームズ・パーカー、 ジョージ・ワードルそしてジョージ・ヘンリー・ロバーツといった、古参議院の主流派がり党。一方で平和主義者のラムゼー・マクドナルドは、改選直後に労働党議長を辞職。ケア・ハーディ、フィリップ・スノーデン、ウィリアム・クローフォード・アンダーソンのほか、急進的平和主義を指向するグループも、政府や戦争を支持する、労働党に断固とした立場を貫いた。なお、大戦中の1917年6月に、 ディーズで開かれたロシア革命会議はアイルランドやインド、エジプトの完全独立を要求。第一次世界大戦が1918年11月に終結すると第二インターナショナルが事実上再結成。ILP がこの再建された第二インターナショナルと手を組むか他の国際組織と連携するかで問題となった。翌年1月には モスクワから第3インターナショナル結成の呼びかけがなされ、ILP の急進派に対して大きく訴えるところとなる。ただし ILP の党員の大半は、旧第2インターナショナルが第一次世界大戦支持を鮮明にしたことで失望しており、ILP 自体も1920年春、公式に脱退した。また ILP 執行部、中んずく、 ラムゼー・マクドナルドやフィリップ・スノーデンもコミンテルン加入に難色を示している。しかし ILP の急進派はコミンテルンに加入すべく ILP 左派と呼ばれる党派を立ち上げた。同派はグラス号にて4ページ組の各州監視、インターナショナルの発行を開始。第二インターナショナルとの関係を断ったことに加え、1920年に開かれた ILP の年次総会では、 包括的な国際組織の樹立を視野に入れ、スイス社会党との関係を深める。同年5月21日には、ILP 議長のリチャード・アールヘッド及び国民、協議会のメンバーであるクリフォード・アレンが、コミンテルン宛てに質問状を送付。コミンテルン執行委員会は、プロレタリアアート独裁及び、ソビエト体制のイギリスへの適用についての立場や、 普遍的な原理としての軍事力の必要性に関する見解を求められた。同年7月のコミンテルンからの返答は明白であった。組織内に共産主義者がいることは認識しているが、フェビアン協会やラムゼイ・マクドナルド、フィリップ・スノーデンのように、かつて議会制民主主義という古臭い概念を活用したり、労働運動で、 丁劣な情報や妥協を行ったものとは連携しないというのである。返答は以下の通り。これらの指導者は広範な未熟練労働者や粉骨再審して働く貧困層との連携をせず、資本家の作取及びプロレタリアートの革命的目標が明白となっている。彼らにとっては資本家が労働者を取引相手と同様に扱っているため、 労働者階級も資本と同等の権利を確保したように思えただろう。また、自身の社会的立場も安泰で物質的にも恵まれているため、平和的な中流階級の生活という、バラ色の展望を通じて世界を見ている。プロレタリアアートの革命的な闘争によって、ブルジョアジーとの平和的な取引に乱れが生じているため、プロレタリアートの革命的目標の敵なのである。 育水は独立労働党内の共産主義者に直接訴えることとし、イギリスの革命勢力は独立労働党から離れ、イギリス社会党や社会主義労働党の共産主義者やウェールズ及びスコットランドの急進派と連携するよう忠告。イギリスヒいては全世界の労働者階級の解放は単一の共産党を形成するイギリスの共産主義者にかかっていると締めくくった。 ILP 年次総会におけるコミンテルン加入の呼びかけは1921年に頂点を迎えるものの党支部による投票の結果圧倒的多数で否決されている。この過程で経済学者のエミール・バーンズやジャーナリストのラジャニ・パームダット、議会議員のシャプルジ・サクラト・バララ急進派が脱党、1920年8月にイギリス共産党を立ち上げることとなる。 第二インターナショナルの社会改良主義政策とコミンテルンの革命的政策との間に位置していた ILP の中道主義により1921年から1923年にかけてヨーロッパの多くの社会主義団体が第2ハイインターナショナルへ加入。なお、ILP 自体は1923年から1933年までの間、 労働社会主義インターナショナルの加盟政党であった。1922年の総選挙では、後に議長となるジェームズ・マクストンら ILPK 候補が複数当選し、統制拡大がなっている。労働党の勝利にも貢献しているが、初の労働党政権には大いに失望。政権構想を整えていたものの、労働党執行部がこれを拒否したためである。 1929年から1931年にかけての第二次労働党政権では37名の労働党議員が ILP から支援を受け労働党の指導体制に左派の立場から批判することとなる。この間、1930年に開かれた ILP の会合では政策が労働党とは異なる以上議会議員は党を割ってまで ILP の政策を支持、 すべきとの決定が下された。1928年政策会議 ILP は1928年、我々の時代における社会主義のアルコール量を作成し、以下の計画の中に具体化している。生活賃金を一部実施失業手当の大幅な引上げ銀行の国有化を一部実施原料の大量購入食料品の大量購入電力の 国有化輸送機関の国有化土地の国有化これら8項目のうち生活賃金や失業手当銀行の国有化や原料食料品の大量購入は IRP の主たる関心事であった失業手当の増額や大量購入への切り替えは合意により実施されることとなるが生活賃金の支払い方法については労働党の政策と食い違いを見せる ILP は1924年から実施されている雇用者の貯蓄の中から支払う方法を大陸的と批判。高額所得者への課税強化を通じて手当の費用に充てるべきとした。銀行の国有化は経済政策に抜本的な改革を迫るものであり、労働党の方針とは一切無縁であった。また、労働党政権が行う銀行や、 金融機関への立ち入り調査も指示。この立ち入り調査の目的は、イングランド銀行に橋を発し主要銀行へと拡大した大蔵省やイングランド銀行によるデフレ政策の集結である。立ち入り調査は、イングランド銀行の国有化と銀行法改正に向けた詳細な計画を準備することとなる。また、債権者を調査資金の保有を処分することで、 信用の管理を大手金融グループではなく国家が行うのを保障するものであった。1931年 ILP、スコットランド等大会労働党との対立が明白となる中、1931年の ILP、スコットランド等大会で、同党との連携を未だ続けるべきかが議論となり、結局は連携の存続が決定。1931年の総選挙では、 ILP 系候補が議会労働党の支持を受け入れず、同党への支援を公式に取りやめることとなる。ILP の党員5名が労働党外で ILP のグループを結成。1932年には特別会議を開き、投票の結果、労働党との連携解消を打ち出す。同年、左翼社会主義政党のロンドン支部を共同で設立。後に、 国際革命的、マルクス主義センターと呼ばれるこの組織は、ILP が運営指導党のフェンダーブロックウェイが議長を務めることとなる。労働党左派に属するエナイリン・ベバンは、ILP の連携解消を、高潔ではあるが、無意味な決定と評するが、しばらくして、労働党外での ILP の政治的影響力が、推備すると、その批判が的中。なお、 労働党内に止まることを選択した ILP の党員毛利社会主義同盟創設の際重要な役割を果たした。連携解消は ILP の統制に壊滅的な影響を与えることとなる。1932年に16,773名を数えた党員は1935年に4,392名となり、 ほんの3年間で党員の75%が離党するに至っている。1934年には独立社会党決闘のため離党が相次ぐ。残った党員は若く求心的となる傾向にあった。中んずく、スペイン内戦では25名の党員とジョージ・オーウェルらその審判が共和国側を支持して参戦。1939年には労働党の政策に 良心的に反対しているにもかかわらず、同党へ再合流を求める指針を出す。労働党はこれを一周し、再合流の条件は ILP によって撤回され、得るとした。第一次世界大戦時と同様、第二次世界大戦に倫理的観点から反対。戦時中にあっても選挙で積極的に候補を擁立している。終戦時においてはいばくかの力を有していたが、 その直後危機が訪れた。1945年の総選挙において、グラス号で3議席を保持したものの、うち1人が労働党に寝返ったのである。1946年には、党内切手のスポークスマンであるジェームズ・マクストンが死去。その後の補欠選挙で労働党候補に新勝するが、翌年前議会議員が労働党に倶替え、補欠選挙でも惨敗を期する。 なお、これ以後総選挙で当選者を出していない。こうした不運にもめげず、ILP は生きながらへ、1950年代から1960年代初頭にかけて反核運動を主導。脱植民地化キャンペーンのみならず、関連組織との関係は細々としながらも続いた。1 9七十年代に労働党に関する見解を発表、1 9 7五年には、 独立労働パブリケーションとなお改め、労働党主流派内の圧力団体となる。ありがとうございます。